ディアボーオントリでの戦いは、米英戦争初期の1812年8月15日、アメリカ合衆国の部隊とポタワトミ族インディアンの間に起きた戦闘である。現在はイリノイ州、当時はイリノイ順州の一部だったシカゴのディアボーオントリで近くで戦われた。この戦いは、アメリカ陸軍北西方面軍指揮官、ウィリアム・ハルがトリデから退避するよう命令した後に起きた。 戦闘はわずか15分間続いただけであり、インディアンの干渉になった。砦は燃やされ、生き残った兵士や開拓者は捕虜になった。その中には後に、身の代金と引き換えに解放された者もいた。しかし、戦後に開拓者たちがこの地域に入り続け、砦り出は1816年に再建された。開拓者たちと知事はこの領土から、 すべてのインディアンが排除され、開拓地から遠くに移すべきだと考えるようになった。ディアボーントリでの平面図、ジョン・ホイッスラーが1808年ディアボーントリでは1803年にアメリカ陸軍のタイジョン・ホイッスラーが指揮する部隊によって建設された。シカゴ側本流の南岸にあり、現在ではシカゴ中心街のループ地域になっている。当時のこの地域は荒野だった。 後の指揮官ヒールドによれば、世界の文明化された地域からは、かけ離れていた。トリデは、アメリカ合衆国陸軍長官ヘンリー・ディアボーンに、ちなんで名付けられた。1785年から1795年まで、続いた北西インディアン戦争の後、1795年8月3日に、グリーンビルトリデで、グリーンビル条約が調印された後に、 取りの建設命令が出された。この条約の条件の一部として、西部連邦と呼ばれたインディアンとフロンティアマンの連行が現在のオハイオ州の大半とシカゴ川河口を中心とする広さ6平方マイルの土地をアメリカ合衆国に譲渡した。イギリス帝国は1783年のパリ条約で、 現在のオハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、ミシガン州、ウィスコンシン州からなる北西部領土をアメリカ合衆国に譲渡した。しかし、1787年に北西部条例が成立して以来、この地域はインディアンとアメリカ合衆国の紛争の対象となった。インディアン部族は小児遺族インディアンの預言者テンスクワタガとその兄のデカムセに従った。 テンスクワタワは悪魔の魂の子供たちであるアメリカ人開拓者を追い出すことでその社会を浄化できるという姿を描いていた。テンスクワタワとテクムセは多くの部族からなる連邦を形成しアメリカによる拡大侵略を止めようとした。イギリスはインディアンを貴重な同盟者、かつカナダの植民地に対する干渉罪とみなし、武器を供与した。 北西部領土でインディアンがアメリカ人開拓者を襲ったことでイギリスとアメリカ合衆国の間に緊張関係が高まった。インディアン連邦の襲撃は北西部領土の貴重な農地となる可能性の高い土地、鉱物資源、さらに毛皮交易の可能性についてアメリカの拡大の障害となった。1810年長く続いた構想の結果として ディアボーオントリデのホイスラー隊員やその他上級士官が解任された。その後任はインディアナのウェイントリデに駐屯していたネイサン・ヒールドとなった。ヒールドはその新しい任務に満足しておらず、すぐにマサチューセッツ州で冬を過ごすために休暇を申請した。ヒールドは休暇明けにシカゴへ戻ってくる時にケンタッキー州に立ち寄り、サミュエル・ウェルズの娘、 レベッカ・ウェルズと結婚し、1811年6月にシカゴに戻った。アメリカ合衆国とイギリスは戦争に向かって動き、シカゴ地域における開拓者とインディアンの間の反感も増加した。1811年夏、イギリスの施設はインディアンに対し、侵入してくるアメリカ人開拓者に抵抗するのを援助すると告げて、地域のインディアン支援者を徴兵しようとした。 1812年4月6日、ウィネベーゴ族インディアンの部隊が、シカゴ川南支流沿い、現在のブリッジポートと呼ばれる場所にあった、ハードスクラブル農園で、アメリカ人、リバティ・ホワイトとフランス系カナダ人であるジョン・ビー・カーディンを殺した。この殺人の知らせは、ジョン・ケルソーという砦の守備兵、及び農園から逃げ出すことができた少年によって、ディア・ボーオントリデに伝えられた。 この事件後、鹿50人のいくらかは、砦出の中に移動し、他の者は、インディアン大理人、チャールズ・ジューエットが所有する家屋に防御を施して、閉じこもった。市民15名が、ヒールド単位によって、民兵隊に編成され、砦出の銃と弾薬で武装した。ウィリアム・ハル・ウィリアム・ウェルズ1812年6月18日、アメリカ合衆国は、イギリス帝国に対して、 戦線復した。7月17日、イギリス軍がマキナックトリデを占領した。7月29日、アメリカ陸軍北西方面軍指揮官、ウィリアム・ハルはマキナックトリデ落の知らせを受け取り、即座にディアボーントリデには適切に物資が補給されない状態になることを恐れ、ヒールド単位にトリデから退避するよう命令した。 8月9日にディアボーオントリデに届いたヒールド単位に宛てた手紙では、トリデの武器弾薬を破壊し、残った物資はウェイントリデまで護衛してくれることを期待できる有効的なインディアンに残していくよう命令していた。春はこの命令書の写しをウェイントリデにも送り、トリデのできる範囲でヒールドにあらゆる情報、忠告、援助を与えるよう追記していた。翌日、 ウェイントリデのインディアン代理人補佐で、ヒールドの妻のレベッカの叔父でもあるウィリアム・ウェルズ大が、マイアミ族インディアン約三十名を集めた。ウェルズ、ウォルター・ケイ団子長及び、マイアミ族は、ディアボー,オーントリデから退避してくる部隊を護衛するために、トリデに向かった。ウェルズ隊は8月12日、または13日にディアボー,オーントリデに到着し、8月14日には、ヒールドが、 ポタワトミ族指導者と会議を開き、砦から退避するつもりであることを伝えた。インディアンたちは、ヒールドが、砦の武器、弾薬、物資及びウィスキーをインディアンに配り、ウェイントリ出まで、ポタワトミ族の部隊が護衛してくれれば、大金を支払うつもりだと、ヒールドが伝えたと考えた。 しかし、ヒールドは、武器、弾薬、種類を、インディアンに渡せば悪用されることを恐れ、それらすべての破壊を命じた。8月14日、ブラックパートリッジと呼ばれる、ポタワトミ族州長がヒールドに、部族の若者が攻撃するつもりだと警告し、州長は若者を抑えられないとも伝えた。8月15日午前9時、ヒールドの報告書によれば、正規兵54名、 民兵12名、女性9名、子供18名で構成された、守備隊がディアボーオントリデを離れ、ウェイントリデに向かった。ウェルズタイは、マイアミ族育人かが混じった集団を引き、残りのマイアミ族は後衛に着いた。トリデから、南約1.5マイルで、ポタワとミ族が、守備隊を待ち伏せしていた。ヒールドの報告書では、インディアンが、 砂丘の背後で待ち伏せしているのを発見し、部隊は砂丘の頂上に上がり、銃を発砲した後にインディアンに突撃した。この操作により、騎兵が馬車列から離れ、圧倒的に多いインディアンがその隙間に突入して分離し、二つの集団を囲んだ。それに続く、戦闘の間に、いくらかのインディアンが女性や子供、さらに物資を乗せていた馬車列に突撃した。 この馬車列は民兵隊と取り出の軍医であるバンボーヒス商尉が守っていた。バンボーヒス商尉と民兵が殺され、さらに二人の女性と子供の多くも殺された。ウェルズは主要な戦闘現場を離れて馬車列の救援に向かおうとした。しかしそうしようとしている間に倒された。目撃者の証言によれば多くのインディアンを倒したが、その後に殺され、即座に インディアンの集団がその心臓を切り出し、ウェルズの勇気を吸収するために、それを食べた。この戦闘は約15分間続き、その後にヒールドと残っていた兵士たちはプレイリーの高台に撤退した。その後彼らはインディアンに降伏し、捕虜としてディアボーオントリデに近い宿営地に連れて行かれた。ヒールドの報告書では、アメリカ側の損失は正規兵26名と、 民兵12名全員が戦死、女性2人と子供12人が殺され、その他の正規兵28名、女性7人、子供6人が捕虜とされた。マイアミ族戦士の役割については生存者の証言が異なっていた。ある者はマイアミ族がアメリカ人のために戦ったと言い,い、またある者は全く戦わなかったと証言した。アメリカ陸軍のウィリアム・ハリソン将軍は、 マイアミ族がアメリカ人に歯向かったと主張し、このディアボーントリデ虐殺をマイアミ族集落に対する攻撃の口実とした。マイアミ族酋長パカンとその追い、ジャンバティスト・リシャールビルは、この戦争での中立政策を止め、イギリス軍と同盟した。この戦闘後、インディアンは捕虜たちをディアボーントリデに近い宿営地に連れて行き、トリデは焼き落としたので、この地域には終戦まで。 アメリカ人市民が住まない状態となった。捕虜たちの中には捕まえられたまま死亡した者もいたが、後に身の代金と引き換えに釈放された者もいた。しかし、砦が再建されたのは1816年になってからだった。米英戦争の全体、及びそれに先立つイギリスとフランスの間に争われた大きな戦争から比べれば、この戦闘はわずか15分間の、 小さな争いだったが、この地域では大きな影響を残すことになった。インディアンにとっては戦闘に勝って戦争に負けた例となった。アメリカ合衆国はこの地域からインディアンを追い出す政策を追求することになり、その結果として交わされたシカゴ条約となり、1835年には当時8世紀にあったシカゴ市における最後のインディアンウォーダンスで頂点に達することになった。 その後、ポタワトミ族など他の部族はさらに西に移動することになった。この戦闘の生存者による多くの証言が出版されてきた。ヒールドの話は1812年9月22日、チャールズ・アスキンの日記に記された。ヒールド自身もその日誌に簡単な証言を記し、また戦闘の公式報告書を書いた。ウォルター・ジョーダンは、 1812年10月12日付で、その妻に宛てた手紙で、事件の詳細を記録した。ヘルムはこの事件の詳細を除述したが、ヒールドを批判したことで、軍法会議にかけられることを恐れ、出版したのは1814年になってからだった。ジョン・キンジーの戦闘に関する、回想記は1820年8月に、ヘンリー・スクール・クラフトによって記録された。 この戦闘に関する、これら詳細な証言は互いに矛盾するところがあり、特に敗戦の責任問題が焦点だった。ジュリエット・マギル・キンジーが1856年に初版を出したウオ・バン、北西部の初期が、この戦闘の伝統的な証言を伝えている。しかしこれは、家族の話に基づいており、歴史的には不正確だとみなされている。それでも、 大衆からの受け取られ方は驚くほど強力である。アンドリアスが1884年に作成した地図の複製、1812年のシカゴとディアボーントリデ、及び戦場を示す1884に描かれた戦闘が開始された場所を示すと言われる木の絵目劇者の証言では、戦闘がディアボーントリでの南1マイルないし2マイルの湖岸で起きたとしている。 ヒールドの公式報告書では、戦闘が鳥出の南1.5マイルで起きたとしており、現在では、ルーズベルト道路とミシガンアベニューの交差点にあたる。ジュリエット・キンジーは1870年に死ぬ直前に、大きな箱やなぎの木の側で戦闘が始まったと述べており、当時それは18番通り沿い、プレーリー・アベニューと湖の間に立っていた。 この木は戦闘当時に若木だった草林の中で最後に残ったものと考えられている。この木は1894年5月16日の嵐で吹き倒され、その切り株の一部がシカゴ歴史協会によって保存された。歴史家のハリーエーマシャムはこの木に関する証言がすべて二次的なものであり、戦闘から20年以上経ってシカゴに入植した人々のものであることを指摘している。 さらに保存された切り株の直径。シカゴ市内には、この戦闘で戦った個人に捧げた記念もある。ウィリアム・ウェルズは、ウェルズ通りの名前に残されている。この通りは南北に通り、1830年に、最初に区画割りされた58街区の一部である。ネイサン・ヒールドは、ヒールド広場の名称に残されている。シカゴ市の最北部にあるローナン公園は、 この戦闘で戦死した最初のウエストポイント出身者であるジョージローナン将尉を検証するものである。ありがとうございます。